愛知ってお好み焼きにそば入れんの？入れないかな、お好み焼きに。大阪のやつの方がかもは、広島に来てから初めてそばが入ってるのを食べました。愛知の時は割と大阪で食べるやつに近いものを食べてたかな。うち磯貝家はね、他にはね、ちょっとどんな感じなのか他のお家がわからないんですけど、そうね、まあ割と愛知ではそう、モダン焼き率高めなのかな。トーマシン喧嘩売ってる？私？そっちのが喧嘩売ってるよ。愛知が喧嘩売ってるって言うけど、じゃあ言うけど、どちらかと言ったらってか、どちらかと言わなくても大阪のが近いからそうなるじゃん。そういうことじゃん。わかる？知らないんだもん。でも美味しいから食べてねって、カノンも今日食べたから、みんな広島に来た時美味しいから食べてねって、そういうこと。